はい、どうも、水っちです。片倉小十郎第2章実況プレイやっていきたいと思います。鈴木です。松永久秀のあざけりを胸に屈辱の退却行を続ける奥州伊達軍。そんな彼らの身に思いもかけぬ一報が届く。基本ムービー中は豊臣秀吉、徳川家康の反旗により沈没。敵の追撃はもはやないと確信させるだけの吉報に胸をなで下ろして川中島に踏み込んだ一行。この時片倉は気がついていなかった。己が内に宿る鋭敏なる直感と断りが相次ぐ苦境と疲弊の末に麻痺しきっていることに。誤算の霧が散った今、私を阻む者はない。いざ海へ。横たわりし者すべていてつかせよ。軍神、虎を求めて降りてきたか。東の末路。はい、川中島東道線でございます。どうしようかと思いましてね、難易度ちょっとね、こんな装備で、まあちょっと根性を出して究極やってみたいと思います。一番強いのはこいつですね。まあ こう覚えてません。極殺はガードと回避不可なんでちょっと怖いんで、鳴神霹靂でいきたいと思います。あとは仲間ですね。まあ損害体軽減連れていきたいと思います。ではレッツゴー。まあほとんど無言なのであんまりコメントしませんけれども、ここは普通です。トラよ、あなた様の武運を祈ります。真なる戦の地にて巡り合いなし。なるほど。刑事、つらくは屋敷でお休みなさ。ごめんな、ケンさん。少し体を動かしたいんだ。じっとしてると壁の模様まで怖く見えてさ。無敵の俺が立つ限り、毘沙門天は絶対無敵。これなかなか便利ですね。まあ難易度バサラがどうかわかりませんけど、刑事倒していきましょう。ここは普通ですね。前田か、そんな目をして戦場に立つな。今の俺に加減をしてやれる余裕はねえ。さっき剣心にも止められたよ。優しいな、みんな。痛い。昔馴染みの死に目も知らない俺は白状だよな。それを決められるのは俺じゃねえ。悔いの残らぬようになすべきだった。てめえの席と言えるのはたったそれだけだ。そう、いつも遅すぎるんだよな俺は。
刑事対刑事やっぱり究極は硬いですね。まだで、隠し、まあ温床取りに、危ねえ、消えるとこだった。キャンセルができるんですね。おい、バクバク、これまでの小競り合いは遊びかよ。きっと舐められてるぞ。チキショー。鳴る神はできません。あ、できるか。
闘の技と似てるものがやっぱりいくつかありますね。敵役便利ですね。ここは普通なの、いつもの。それはともかく俺は無敵。主人公なのにやられた。この東堂は私の心、固くなに人を拒む。ここはいつものなので飛ばします。で、ここも飛ばします。武士、こんな風雪乱舞に何の意味がある。食いる男で様子見か。山おろしよりも冷えた戦だ。あの男、剣心様のお心も知らず。良いのです、あれもまたしかり。こぼれし者を出した非道には変わりない。コンボの締めとしては霹靂いいですね、なかなか。剣心様のお心を痛めてしまった。野人取っていきたいです。でかいきます。マサネ様を布で包め。体が冷えたら終わりだ。へい、俺たち気合入れて温めやす。氷の判断か。この地もあなたも冬将軍だ。ジャンプ台があるので使っていきたいと思います。まずは馬があるのでこっちです。よっと、珍しき戦とて功を焦らない。大武将戦の方がいいかな。まあ復讐の影響があるのに倒せば倒すほど攻撃力が強くなるんですけど、馬使っていきます。武運を祈る。いざ進言。
まあ面倒くさいので先に春日ちゃん倒しまーす。貴様には負けない。なぜ怪我人を連れて迷い込んだんだ。雷なり町で治療なり手はあっただろう。戦場での功績だけが忠義だと思ったのか。先の俺はそう思っていたのだ。痛い。てめえは歓迎するのか。冷たき分身の出陣を。全てはあの方のお幸せのためだ。私個人の意見など関係ない。くじけて僕に戦いの男を置いてでもか。あれは私だって止めたかったんだ。うお、もう言い合いはやめだ。しまった政宗様の傷に響く。ああ、争うのは達者な人間だけでいい。政宗様を守る。手入れを人質としてもだ。誰が捕まってなどやるものか。目を閉じろ。そのあがきを終わらせてやる。カズマ様、小牧長久手より下級の密書が。下級の知らせ。分かった。確認する。ここはちょっと史実通りですね。つづらがあるのでちょっと回収していきます。まあジャンプ台使えば早いんですけど、馬乗ってるんで馬で行きたいと思います。まだちょっと慣れないですね。こうか。ゲージを倒して、秀吉、お前の最後は痛いんだ。寂しくなかったか。俺、お前の本音を聞いたことがあったのか。半兵衛、そっちでも秀吉の世話頼むな。立ち止まる公衆追いゆくもよし、けれど願わくば今一度我が元。でもこれすげえな、二人がかり。
そろそろですかね。大抵バサラ技打ってくるんですけど、ほら来たー。ちょっと離れて待ちます。ちょっと卑怯ですけど。周りを見ろ。そしてそれ以上に気を配れ。おっしゃ。刑事め、足手まといになってどうするんだ。刑事、よくぞ引きました。お前の御霊を打ち捨てたくはなかった。しかしこの階段は魔のものは消え、何段あるんだ。魔のものは落ち、私たちの時は満ちた。しるべなき道をたどり、いざしるべたるあなた様のもとへ。かささぎの橋を渡るのはただ一人、私のみ。うまく立ち回れば多分極殺でもいけるんでしょうけど、腕に自信がないんで今日は鳴神霹靂で行ってます。まあ多分レベルが上がれば自信がついていけるでしょうけど、何度見逃せば気が済む。ミーネとして捉えるべき初夏の動きと力を。支配は夢引き、再びランス。いざここに霊楼の塔を打ち立てん。トラよ、そちの橋にてしばしお待ちよ。一つだけ塔を、くじけた男を餌とする。それもあなたの戦か。それが戦のために捧ぐべきものなれば。軍神の手のひら、血の通ったものと思っていた。でえ、傷ついた敵に手出しはせぬ。そのような楽観はそなたらしくもない。兵のため、望みのために最善を打つ。それができねば率いる資格はありません。結局一番の半端者は俺か。はい、どうも。あ、遠い。覆せばよいか。そなたは武人から将へとなりつつ、見届けられぬのが惜しまれる。知らず影響のうち、もどかしさを抱き、最上作戦の終わりですね。まあ小十郎さんは首の皮一枚つながったってところですか。根性の絵にしは今や夢うつつ、なれば冷たき棺にてまどろみましょう。あのお方が封を解くその日まで。はい、ではこれで失礼します。